はこんばんちは、秀樹セブンです。戦車の後のシリコン戦車というよりも、今回はシリコンで簡単ツヤ出しに挑戦します。白ぼけた黒樹脂パーツにシリコンスプレーを吹きかけます。遠慮はいりません。ついでにフロントガラスとボディにも吹きかけます。遠慮はいりません。冗談です。今回はシリコン簡単ツヤ出し方法なので、ガラスとボディにはシリコン少量吹きかけます。黒樹脂パーツには遠慮なくぶっかけてください。濡れたタオルでシリコンを伸ばしていきます。今回はシリコン洗車ではなく、シリコンでツヤ出しが目的です。なので、ガラスとボディにはシリコン少量で塗っております。そして、映像は、乾いたタオルで、余分なシリコンを、拭き取っているところです。このハイエースは、1回目の、コンパウンドシャンプー後、すぐの状態で、シリコンでの、ツヤ出し、動画にしています。あと数回、コンパウンドシャンプーできちんと、汚れを、落としてから、本格的にシリコン洗車に、挑戦しても良いかと、思っている、車両でございます。シリコンの状態を確認してみます。こんな感じで撥水します。一度試してみるのも良いかと思います。今回は簡単ツヤ出し方法です。チャンネル登録、高評価してもらえたらとても嬉しいです。チャンネル登録して、秀樹セブン洗車動画研究所の一員になって、みんなで楽しい洗車を研究しましょう。あ、忘れてました。WD-40 です。今回はワイパーに塗ってみました。黒樹脂パーツにも使えます。以上です。おしまい。